モデルの滝沢真紀子さんがコツコツ15年続けてきたというヌンチャクなどを使ったトレーニングの様子を投稿しました。これまでに全身セリーヌのアイテムで揃えたコーディネートやジミーチューのドレス姿などハイブランドを着こなした様々な写真をインスタグラムに投稿している滝沢さん。8日はコツコツ続けて早15年、まだまだだけれど地道にやれば体は変わると実感中です。目標は柔らかで女性的なしなやかな体、とりあえず綺麗になりたいとコメントし、トレーニング中の動画を投稿しました。ファンからは肩甲骨に見惚れてしまいます、20代のような体型